大関池袋池池大関。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。いや、交渉が終わりまして。交渉終わりました。真横で聞かせていただきました。はい、交渉は決裂と言うわけではなく、ですね、いや、すごかったですね、本当に面白かったです。はい、事前に言われてた、その、最初のところ、事前リサーチからのっていう、事前リサーチが今回、なかなか難しかったじゃないですか、難しい。ネットで調べるわけにもいかないですし、ただ、その K さんから聞いた話だったりとかで、おそらくこういう方であろうっていうところからの、お店の中、喫茶店の交渉の場に入ってからのロケーション合わせでクラッチ、ロケーションの考えてでクラッチ合わせ、そして終わってからの、相手からこう、次アプローチしやすいような形を整える、すべて見させていただきました。はい、面白かったです。目論見通り一応ね、はい、目論見通りだと思います。はい、はい、向こうの提示金額3000万近かったね。結局プラス足し算をしていくと3000万とで、僕のお財布事情は2000万。じゃあその3000万と2000万の間の1000万をどう折り合いをつけるかっていうのをぎっしり詰めた内容で、まあ一応持ち帰るとは言ったけど9割 OK で、もう持ち帰るのちょっと質が違いましたよね。そのちょっと考えさせてくれじゃなくて、じゃあこのぐらいの金額で正しいのかどうかを、不動産の人間に聞いてみるっていうところの持ち帰り方だったので、もう心はちょっと決まってそうでしたよね。まあ決まってますね。で最後に投げゼリフ言ってましたけど、どうせ不動産屋に言っても売れって言われるでだろうねなんて言ってましたんで、今回の交渉は一応実質上勝ちですね。はい、本当面白かったですね。なんだろう、最後に世間話からの、ちょっと逆に今度お願いしようかなっていう、そう全部だから、逆説的じゃないか、その、ケツから見ていくとすごく面白くて、最後はあんな感じで終わってて、で、じゃあまたケツから見るんですけど、いきなり最初に戻って、最初結構構えてたじゃないですか、まあ、当たり前ですけど、お互い構えてるようで、まあ、自分正直ですね、大関さんが今されてるその超コメなんじゃなくて、いつもサングラスをされたじゃないですか、それは大丈夫かと思ったんですよ。あれ、それは交渉ごとでその見た目は大丈夫なんですかと思ったんですけど、瞬間だから構えるじゃないですか、相手の方の売り主さんが構えたところでの、あの雰囲気ですよね、そう、あの見た目でちょっとこう提示してるのがこれうまいなと思いました。いやいや、でもまあ所詮茶坊主ですからね茶坊主は何言ってんだって言ってましたけども、例えばその言葉一つにしても、はい、その、なんだ、不動産用語の使い方にしても、賃貸とか何にしても、こう多分話していくうちにどんどん、あ、この人と付き合ったら面白いかもっていうのが出てきてると思うんですよ。だから、いや、知的変更なんて全然いけますよっていう話をしてて、じゃあ今度頼ろうかなと言われてるのも、もう当然思惑通りだし、なんでかっていうと大変じゃないんですよ、知的変更って。ぶっちゃけ言うとめちゃめちゃ大変で、はい、無理です、ほぼ無理です。でもできますよって、できない人のできますよが、要は、あ、この人と付き合った方がいいんじゃねえのって思わせる、はいはい、もう地主さんなんてみんなそこで苦労してるんで、そこでやっぱり付き合いたいなとか、逆にご教授願いたいなとか、そう、興味を持たせる部分はうまく成功しましたね。はい、いや、だって開始直後からのやっぱ笑顔のペースってあるじゃないですか、はいはい、お互いの笑顔のペース、こちらが笑顔を出しすぎちゃうと詐欺師じゃないですか、でもお互いがやっぱり笑顔をこう、もちろん最初はこちらが出すのが多くて、最後の方なんて、売り主さんの方からの笑顔が結構多かった、まあ、カメラでは撮れなかったですけど多かったね、もう、はい、しょうがねえな、じゃあそれでっていうのがね、いつ出るのかなと思って、いつ出るのかなと思ったけど、まあ、まあ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 、まあ、何かの意地があるんでしょうけど。口元緩んでましたね。ゆるゆる。ゆるゆるでございますよ。こんなの売り主さん見たら超怒っちゃう。でも見ても多分気分変わんないと思うよ。なんかでもエピソード付けっていうんですかね、やっぱり売るってことはやっぱりそれなりにこう、なんていうか、
あのエピソードがあるじゃないですか、うん、だけど売れないっていうのもエピソードがあるじゃないですか、うん、それをこういうエピソードだったから手放してもいいんだっていう、うん、そういうなんか納得付けというか、うん、はい、さあ本人も言ったもんね、はい、もう気持ちなんですよと言ってましたね、うん、だってすごく理不尽な話なわけですから、はいはいはい、その3000万に金額がなってきた内容っていうのは正直俺には関係ないこと、うん、だけど、うん、売買するきっかけっていうのは最大のチャンスなのよ、生産する最大のチャンスなんで、あのだからもう関係ないとは言ってもぶっちゃけ俺に払わせようとしてるわけですよ、うん、そうだからまあ難しいっていうか、まあ実質見た目難しいんですけど内容はそんなにないっていう、だからもう勝手にこっちが落としどころをもう最初から決めてるわけですから、こっちの予算としてね、はい、込みっていうね、はい、うん、この込みっていうのも大事だね、うん、だからこれで相手が不動産屋入れてくると俺に手数料をよこせって言ってくるの、あー、うん、そういうことか、だから込みっていうのを主張、込みで、そう、込み2200人 ですよと、だからお宅の不動産会社でやっていいですよと、はい、だけどこっちは込みですよと、うんうん、そうするとこっち取れないから、うん、売買金額2200人にしたったら取れないから不動産屋の、だから込みっていうのは主張しとかないと、2200別と込みはまだ不動産業界では全然大きく違うので、うん、そうなんですよ、そうするとまた100万ぐらい変わってきちゃうんで、いやなるほどね、でもなかなかいいものを予告編から見せてもらった感じがしますでも大変ですよ、ここからじゃあ今度は新たに賃貸借契約を結ばなくちゃいけないし、じゃあ決済日が例えば、11月15日になったらその月の家賃を日割り精算しなくちゃいけない、はいはい、したり何したり、あと固定資産税都市計画税も、はい、年度割り計算、もうオーナーさんが1月1日に払っちゃってるわけですから、はい、それを年度割りして精算するとかいろいろあるんで、はい、買ってなんだろう、ちょっとバタバタするんですけども、買っておしまいとかって言われてないんですか、実はそれが、はい、売買側についた不動産屋が全部やってくれるんですよ、あ、なるほど、やってくれるんですけど、はい、普通元うちの会社もそれは当然やります、はい、だけどまあ言っても田舎の不動産屋だから悪口になっちゃうかもしれないけど、うん、そこら辺はこっちがやっぱ助言してくるんじゃないですか、それで進めていくんじゃないですか、僕今うちの提携している不動産会社に任せてもいいんですけど、うん、そこにやっぱりまたタダでお願いしますよっていうのも嫌なんで、だから向こうに任せようとは思ってます、はいはい、はいはい、そうですね、そこもだから交渉の材料にならないように全てそちらでって言ってましたもんね、うん、そうだからそっちでってやった上で、うん、まあ、もし何かあったらだって助言っていう形で入ってくるってことですね、そう、もし何かあってもこっちが分かってる人なんで、まあ、ちょっとかじってるから不動産ちょっとかじってる自分でやらないからさ僕のもつくさそうかちょっとかじっちゃってるんで、そういった方でこれは違うでしょっていう牽制はしますよ、はいはいはい、だから向こうは多分当たり前の雛形で当たり前にやってくるんですけど、はい、今回に関しては貸し担保免責って言葉でだよね、はいはい、あ、言ってました、はい、貸し担保免責っていうのは要はもう本当にその貸し担保って本来ね、ガス水道、はい、ガス水道、あと建物の木部の腐食とか、はい、建物で言ったらよ、はい、木部の腐食、給排水設備、はい、これに関しては貸し担保責任っていうのがつくんですよ、はい、貸し担保責任っていうのは要はそれを何ヶ月かオーナーさん、地主さんが保証しなくちゃいけない、はいはい、でもこの貸し担保免責っていうのは、はい、売り主さんにとってはすごく有利、免責だから、ね、免責しなくていい、はい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 、貸し担保面積でどうですかというのを畳みかけて言ってるわけです、うん、畳みかけて言って、ああもうそこはじゃあもう現況の現況融資でいいんですねって最初は向こう言ってましたよね、はい、だから向こうとしては上物にあるああいうものがもううざったいわけですよ、はいはいはい、うん、だからもう売ったからにはもうこっちは知らないよっていう、そう、いいよっていう話をしてるんですよね、うん、なのにもかかわらず、ね、俺はここまでいろいろやったんだっていうね、だからもう矛盾しちゃってるわけじゃない、だからかかったものに対してもうゼロ価値なんだよっていうのはオーナーさん分かってはいるの最初から、うん、だからそういうね、最初からじゃあもう
いくら何々何々で貸したくも円付きですっていうのを全部出しちゃうと、もうこっちの手はないんですよ。だから最後に、最後の方にじゃあ貸したくも円付きでと、うん、っていう話はしたんですけど、うん、今回は全然違いましたけど、違ったと思うんですけど、うん、そのなんだろう、それこそタヌキとキツネのバカじゃねみたいな、うん、そういう場面にもなる可能性があったわけですもんね。なりますよ、なりますなります。なんだろう、何を含むとかそっち系のだったりとか、今回だからこっちにもその変な思惑もないわけじゃないですか、うん、で、おそらくその売り主さんにも何もなくてというか、うん、そう隠してることがないというか、うん、はい、主張はあったと思うんですけど、はいはいはい、それが実際なんか売ったら売るときに隠してる何かがあるとか、はいはい、あるわけですよね、うん、そういうのがなさそうだったんで、まあないでしょうね。まあこっちも下見してるし、はい、境界確定の杭も見てるし、はいはい、ないと思います。前回の先日視察した時の動画で、はいはい、撮ってます、はい、だけど、まあ、今日、はい、僕が感じたのは、まあ、今のオーナーさんと喋ってここ何十年、はい、まあ、賃貸人の人と揉めてたのは事実だと思う、はい、だから正直不安です不安です、はい、ただじゃないんでね。これがまた、次の次のステップぐらいでもう話はこれ終わるというか、その、次がその売買の契約、売買契約になりまして、まあ、それに付随するものになって、うん、次はじゃあ賃貸契約を新たに、もう引き渡しの段階の前には賃貸借契約は結び直してます、はい、さっき言った賃貸借当事者変更承諾書、うん、だけど賃貸見せなかったじゃん。うん、俺も賃貸見せないことは突っ込まなかったんですよ、はいはい、あまり、はい、なんでかっていうと雑な賃貸だと思います。あ、めちゃめちゃ雑な賃貸なんで、はい、だから要はなんだ、その賃貸を見せちゃうと、はい、この雑、いろんなオーナーがやったことが全部なんつうんだろう、勝手にやったことになっちゃって、複雑な感じだったらしょうがないじゃないですかってなっちゃうっていう、そうマイナスポイントなわけですよね。マイナスになる、だってスケルトンっていうのはあそこを更地の状態にする、はい、ということで、入居者が、はい、退出する。そんでオーナー言ってたじゃないですか、その僕も退却すれば資材置き場として役立てようとしてる人がいると、はい、でもあんなにもう増築しちゃってる中で、もういろんなものを置いてる中で、このじゃあ半年でじゃあ更地にできるって言ったらね、できるわけないんですよ。借り主さんだ、賃貸人の人だってできるわけないんだ、うん、それも分かってるんですよ。だけど余裕かますために、いやいや、こうね、出たら30万でっていう引き合い来てるんですよねと、うん、いうふうに言ってますけど、そんなのはほぼなしに等しくしていいと思います。うん、全然関係ない、そんな土地いくらでも余ってるから、あの辺だったら。いやー、またあれですね、段階を踏んでて面白いですね。面白いですね。当然あれでしょ、次の売買契約も来るんでしょ。来ますよ、うん、次はスーツですか。次はこのままでしょよかったです。一番大事なのは今日です。今日一番勝負の日なわけじゃないですか、はいはい、だってファーストインプレッションからクロージングまでしてるわけですから、はい、であとはおまけみたいなもんなんですよ。だからサンダルだろうが何だろうが金持ってくりゃいいんですよ、うん、金と司法書士連れてって、司法書士がしっかりと書類チェックしてそのまま登記に行かせればいいだけなんで、はい、事故ることはない、うん、なかなか今日は本当に決戦の日だったんですね。今日が決戦の日で、今日は一番重きを置かなくちゃいけない時に、まあ、私服なわけじゃないですか、はい、だからこれが最上級、うんうん、でなんかあれですね、朝見たよりも時よりもシュッとしてますね。違うの疲れるんですよ、はい、なんかそんな、俺いや水分が抜けてる感じがします。俺さ、カラオケボックスで鬼たつと8時間話した後、はい、自分の顔見たの、げっそりした。それと一緒。やっぱ神経使って頭使ってるんだろうね。今はまあ一仕事したなっていう、はい、
感じなんだけど、実際はだからお腹すく空いてる。そうそう、あの 何かしらカロリーを入れようとしましょう、うん、なんか食べようかなみたいな、うん、そしたら全然食えるもんがね。ああそうなんですよ、だから疲れますよね、うん、いやなかなか本当にいいものを見せていただきましたで、はい、本来不動産側の立場だとしたら、はい、出口までお送りして、はい、で見えなくなるまでお辞儀をするんだけど、はい、そうするともうプロ丸出しになっちゃうんで、ですし買わせていただきますになっちゃうんで、あえて、はい、もうじゃあお疲れ様ですっていうのはもうあえてやりました。一般っぽい感じで、あえて一般です、はい、でも時たま出てしまう何々様って言っちゃうね。何々さんにもう一度に何々様が、うん、原田様がとか、そうそうそう、何々井上様がとかね、そうそうそう、言っちゃうね。ダメだね、もう癖が抜けちゃうよね。そんな感じでしたね。そうなんですよ。いややっぱりそのあれですね、ここに来てもまだ半信半疑の方々がいると思うんですよ。ああ本当に不動産詳しいのかなと。本当に2000万出すのかと。あとか、そう、本当に2000万出すのかが結構上位ワードなんですよ。はいはいはい。うん、バカじゃないのって。じゃあ何しに何回もこれ往復してんのって。なんでこんな往復してんのって。慎重になってるから往復してるわけだし。次決まりましたって現金に持ってくるんですか。それも銀行。銀行なんだけど、ね、向こうの指定がどういう形かわからないんで、はい、向こうの口座に入れて着金確認なのか、はい、うん、ただね、一応僕ら配信者じゃないですか、現金で持ってきたいですね、あ、うん、通常はだから口座なんですけど、うん、一応その見せるためにっていうか、その当然現金で持ってきたいなと、はい、でも2000万だとまず貯金してる銀行にいろいろ手続き踏まなきゃいけないんですよ、はいはいはい、一気に落とすともう詐欺だなんだろうとかいろいろあるんで大変なんですよ。あとピン札で2000万用意するっていうのはもう本当事前の何日か前に言っとかなきゃ、はいはい、銀行側も用意できないんで、はい、そういうところも大変なんですよ。でもせっかくなんで、現金で決済したいなと。普通ないよ、普通ない、普通はないんですよ。ちょっと危ないかもしれないですね。、うん、だからもしくは多分相手の指定銀行での、はい、うん、決済になると思う、はい、そうするとこっちが振り込みをして着金確認できてっていうのがあれなんだけど、はい、まああんな感じだと現金でもやってそうだなっていう。相手の不動産屋さんに行って、はい、かもしれないです。そうそうそう、まあ田舎の不動産屋なんかカウンターがないから。やかどうやろ。カウンターってさ、お金数える機械だったよ、はい、あれがないからさ、どうなのか知らないけど、私ならではこう扇形にペッペッと、そう扇形でね、はい、やってますよね。なんならやりますよって大崎さんがね、目指し取った記念すかね。そう、あれをさ、あれをさ、飼い主側の目の離れたところに、はい、不動産屋が今数えてきますねって持ってっちゃうと、はい、もう揚げ足取られちゃう、足りませんよって言ってももう無理だから。そうですね、確かによくやっぱりアジア系の人で決済すると、はい、まあどことは言わないけど C がつくところ、はい、国の人はやっぱりポケットに5万円抜いといて、それで5万円足りないんですけど思ったら5万円そのまま入って出す人いるから、だからもう確実に持ってっちゃダメ。これはどの業界でもそうよね、うん、その場で確認をして、うん、っていう話ですよね。そんなちょっと裏トークもありながらも、はい、本日、交渉はまあ無事、まあ点数で言えば100点満点中90点ぐらいなのかなというところですかね、はい、ちょっとじゃあ次回どうなるのか、はい、またちょっと目が離せないということで、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。